皆さんお疲れ様です。霞との激闘を制し、ブースターもたくましくなってきたよ。何が嬉しいって、ブルーバッジの効果で言うことを聞くようになったことです。しかし、レベル31になるとまた言うことを聞かなくなるので、つかの間の喜びとなりそうだよ。ということで、船のチケットを入手するべく、マサキの家を目指します。はい、いつものあいつです。なんだか上から目線でズケズケと物を言う、嫌なやつですね。こういうやつは実力で黙らせましょう。あんなに生きっておいて鬼スズメとは、こちとらレベル29のブースターだぜ。ああ、言うことを聞くって素晴らしい。ポケモンが思い通りに動くなんて、なんて贅沢でしょう。皆さん普通にポケモンバトルをしていると思いますが、私からすると、それはもはや普通ではありません。運に任せず、好きな技を出すことで、作戦を実行できる。それってもう神です。めちゃくちゃ楽しいです。やっぱりポケモンって楽しいゲームですね。ブースターのおかげで、ひしひしとありがたみを感じています。なんて話しているうちに、相手は最後の一体だね。格の違いを見せてやる。あれ、一発で倒せないのね。なんかデジャブな気がするよ。なんはともあれ、余裕でした。なんだこの負け惜しみは、めっちゃ早口で言ってそう。そういえば、まさきにポケモンを見せてもらうイベントがあってもよかったよね。この時点で捕まえられないポケモンを見せてもらうと、ワクワク感が増すんじゃないかな。うるさいやつも言ったところで、金玉橋を突破していこう。ということで、5人抜き達成です。ブースターは早くもレベル30になってしまったよ。31にレベルアップも間近。早いね。誰かが、よその子とゴーヤは育つのが早いと言っていたけど、コミュ障の目線と楽天の島の補給はよくそれるよ。覚えておいてね。気がついたら、高価な都合かはないかと言わんばかりに、ロケット団に勧誘されていたよ。しかし、トモユはコミュ障なので、会話にすらなっていないようです。最強ポケモントレーナーの俺が転生したらロケット団員だったけん。てらのではどうでしょうか。なんだかすでにありそうなタイトルだね。誰か暇なら書いてみてね。ここでポケモンがもらえるので、もらっておくよ。ごめんなさい、ちゃんとは育てませんけどもらいます。一応ニックネームはつけてあげようかな。トカゲのポケモンって、こっちの方が印象深いんだよね。まあ、炎タイプも被ってるし、だいたい同じだよ。ということで先を急ぎます。ここは下側の山男の方が手持ちが少ないので、下側を行くよ。あ。こんなに嬉しくないレベルアップ音は初めてだよ。
ここはどうやって進もうかな。上から回れると思ったけど下が空いてたね。これでトレーナーを一人かわせるよ。は、リア充かよ。さて、また言うことを聞かなくなったから、モブトレーナーにも油断できなくなったよ。ここは噛みつくで。お、素直に聞いたね。ずっとこのペースなら余裕なんだけど。もう一回噛みつく。おお、意外ということを聞いてくれるね。まあ、調子がいいと4連続ぐらいで言うことを聞いたこともあったので、これくらいはありえるね。ここは上側のトレーナーの方が手持ちが少ないのでそちらに行くよ。気に入らん、はぜろ。このバトルでもちゃんと言うことを聞いてくれるかな。こらったなら体当たりでいけそうだ。お、また言うことを聞いたね。いやー、強いっす、ブースターさん。ここも体当たりで行こう。あれ、4連続。どうしたんだブースター。そんなに言うことを聞くとは、お前らしくもない。まさか、ブルーバッジの効果を超えてなお、私に尽くそうというのか。そうか、あのスターミー戦を勝ち抜いたからね。ゲームの設定を超越した絆が芽生えるのも頷ける。次言うことを聞けば、前人未到の5連続行動。それをもって、ブースター、お前の力が設定をも超えたことを認めよう。よし、噛みつくだ。ブースター、その忠義、しかと受け止めよう。それに答え、もうお前に敗北はさせないと誓ってやろう。お前が忠義を尽くす限り私も。すみません、何でもなかったみたいです。なんだかひどく恥ずかしい思いをした気がする。さて、チケットもらったし帰ろう。どうやらまさきも陰気のようです。親近感。回復。では泥棒を成敗しましょう。技マシンは、穴を掘る、ですが、ブースターはこの世代では覚えないので使えません。残念。では、クチバシティに向かいます。回復してから。実は、別のソフトから、居合斬りを覚えたポケモンを連れてくれば、霞を倒すだけで岩山トンネルに行けちゃったりするよ。ただし、チャンピオンロードへ行くには全てのジムバッジが必要なので、マチス撃破は必須。したがって、マサキの家に向かう道のり、サントアンヌ号、はスキップできるんだよね。その方法も考えたけど、単純に楽をするだけになってしまうので、ブースターの入手以外は、一つのソフトで完結させるという意味も込めて、正当なルートで行くことにしたよ。結果、レベルが30を超えて苦労しているのだけれど。え、マジですか？いいんだ、走り屋に女はいらねえ。ということで、くちばしティ到着。ちょっと寄り道。ここで自転車の引っ換え券をもらっておくよ。サンキュー会長。
ではサントアンヌ号に乗り込みます。なんでその向きで話してるんだよ。ちゃんと向き合え。船の中はライバル船だけ戦えば、あとは無視で OK です。エンテイ君、フランス語で登場です。そういえば、どことなくスネオ臭が漂っている気がするよ。なんとなく髪型も似てるね。相変わらず初手は鬼スズメ。多分こいつを繰り出すのはこのバトルを含めてあと2回だよ。まずは軽く撃破。コラッタ君はこれが最後の出番です。どうせ命令を聞かないなら、体当たりを出してほしいよ。これが物欲センサーですか。お、好意力は当たらないんかい。ダメージを与えまいと、体当たりに切り替えてきやがった。さすが遠征、頭脳明晰ですわ。この子らった、なかなか強い。引退試合だから張り切っているのかな。しかしここまでだ。ディフェンスに定評のあるサンド君。しかし噛みつくの前には無力。そして EV。まだ進化はしていないね。進化先が3つあるわけだけど、きっと一番強い進化をさせるに違いないよ。楽しみだね。一体のポケモンに全抜きされてそこそことは、これいかに。あら、ちょっと優しさを出してきたね。好感度上げに来たな。おえー。実際ならゲロ吐いてるおっさんには触りたくないよ。ふう。というわけで、居合斬りの秘伝マシンをゲット。ちょっと寄り道。余計なバトルをしちゃうけど、奥のアイテムは取っておきたいんだ。これはのしかかりの技マシン。ブースターが覚える物理技では、最も安定感がある技なんだ。困った時の切り札として取っておくよ。このための野党森くんです。よし、では3つ目のジム、クチバジムです。このジムではトレーナーと戦わないようにしてロックを外したいところ。スイッチの位置はランダムらしいので、運任せだね。第1ロックを外しても第2ロックを連続で外さないといけないので、運の悪い人はいつまでも解除できないよ。といった矢先に発見。あら、意外とスムーズに解除できちゃったよ。まあいいか。ピカチュウ版のマチスの手持ちは、雷中一体だけだよ。こちらはもちろんブースターのみで戦うので、エース同士の一騎打ちみたいで熱いですね。体力も満タンなので準備万端。うちのブースターは半端じゃないぜ。マチスのこのポーズ、幼少期はうんこ座りと言って笑っていました。相手はレベル28の雷中。
ブースターとわずか5レベル差。最大火力の噛みつくで勝負。おっと、火力を下げてくる戦法か。ブースター、ここは独断で命中を下げに行く。この雷中、必要に攻撃を下げてくるね。しかしブースターも必要に砂をかけていく。泥試合の予感。ここで命中下げが生きてきます。そして噛みつく。おーっと。さすが唯一王、ランク補正が絡まない、急所への一撃必殺。これは中ポケですわー。やったぜ。ここで10万ボルトの技マシンをもらうけど、使い道はないね。さて、では岩山トンネルに向かおう。